こんばんは。ツインテールです。じゃーん。ツインテールでーす。昨日が実は2月2日でツインテールの日だったですよ実は。はい、でもちょっと私は乗り遅れてしまったんですけど、今日ツインテールしました。どうですか？一日遅れですけどツインテールです。もうめったにやらないので今日やってみました。あ、そうだ、あの1月先月行われてたショールームのふくふくキャンペーンあったじゃないですか。であれでちょっと第一関門みたいな、はい、のをこう達成させていただきまして、あのそのキャンペーンでね、バスグッズとかがこのいただけるんですけど、ちょっと皆さんのおかげで達成させていただきましたので、届いたら報告しますね。ちょっとバスグッズが欲しくって、あのバスグッズ選んだんですけど、さすがにあのお風呂で配信はできないので、はい、あのこうひっそりと使わせていただきます。ありがとうございます。そうなんですよ、お風呂配信できないからね。そうなんです、バスグッズをね、あのいただけることになった。いやいや、できないですよそりゃ。お風呂で配信はできないんですけど、うん、なんですけど皆さんのおかげで達成させていただきましたのでありがとうございます。入浴剤好き、そう、入浴剤大好き、そうなの、だからありがとうございます。うん、まあ気持ち的にはとっても、お風呂バスルーム配信したいんですけど、ちょっとできないので、はい、あの感謝の気持ちを皆さんにお伝えしたいと思います。まだね、あの届いてないんですけど、本当にありがとうございます。本当たくさんのね、あのポイント数をこういただきまして達成できたものなので、本当にありがとうございます。こんばんは。今日はね、一日お仕事で、そう、あのすっごく朝早起きしてはい、お仕事でした。今日はとっても寒かったですね。そう、寒くってね、あの今日は移動も多くって、そう、移動中も爆睡しちゃってたんですけど、はい、でもとってもあの良き一日でした。そうで、お仕事で今日はこのあのツインテールをしてます。スクショタイム、あ、そうだね、ツインテールめったにしないからスクショタイム、スクショしてください。イエイ。ありがとうございます。そう、今日この、そう、この髪型でお仕事してきました。そうなんですよ。珍しいよね、公園であんまりしないからさ、普段お仕事ではあのツインテールしないので、指ハート、鬼のポーズ。ありがとうございます。でもそう、ツインテールは私ちょっとあまりなんか自信がないので、自分のツインテールに、だからヘアメイクさんにあのできるだけ大人っぽい大人っぽいツインテールをお願いしますって言ったら、これやってくださいました。そう、恵方巻き食べた、あ、食べました、恵方巻き食べた、どこ、北北西だっけ、
そう、恵方巻き食べました。でもそう、今日ねあんまりあのいっぱい食べれなくて、ちっちゃい恵方巻き食べました。ななみちゃんといえばポニテだもんね。ありがとう。そうだね、ポニテはもうよくやるからね。ポニテ大好き。髪の毛の色もく、あのね、ちょっと今の髪の毛の色はあんまり私気に入ってないから、一個前のやつがね、何だったかな、なんかね、チョコレート、なんちゃらチョコレートみたいな色だったんだよね。ちょっと近々またあのもうちょっと落ち着いた色にしようかなって思ってるから、その時にあの髪の毛の色ちゃんと美容師さんに聞いてきて、また皆さんにねお伝えしますね。その高さ一番似合ってる、本当にええ感じのツインテ。いや、わかる、このくらいが私も好きです。そう、落ち着いた感じが可愛い方です。え、初見さんありがとうございます。今日はめったにしないツインテールやってます。そなたの願いを待って、やばい、あれまた名前変わってるし、田辺先生今度はブロッコリーになってる。私あれ、この間見た時 ATM だったんですけど。じゃあ願い、願いか、田辺先生がななみん単押しになってくれますようにですね。嬉しい、ツインテールあの好評でとっても嬉しいです。自信つきます。だるまありがとう。それは永遠にないかも。え、それは無理です。いや、やっぱり私もそう思ってました。それはちょっと難しいです。豆まき、豆まき。認められてしまったよ。やっぱ無理か。そうだよね。田辺 DD の辞書に単押しの文字はない、間違いないな。すでに単押しだからってことです。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことだね。嬉しい、ついてる、かわいいってめっちゃ嬉しいよ私。来週公演らしい。いや、そうなんですよ、あの私あの待って。名前変わんの早っ。スクショしちゃおう。田辺先生の名前スクショしよう、今のうちに。よし、もうね、きっと明日には変えられてるんだろうな。ななみ、田辺、よし、スクショしたから、私。よっしゃ。願い叶った。そう、あの、公演の話なんですけど、そう、この間、昨日か一昨日公演のスケジュールが出て、そう、私、まあ、あの事前に数日前にそのマネージャーさんから公演のスケジュールはざっと送られてきてはいたんですけど、まあ、それは軽く目を通していたんですね。でも改めてこう、昨日あの公演のスケジュールが公式サイトで発表されたじゃないですか。それ見てさすがにびっくりしましたね。あれ？なんかスクロールしても私の名前があって、そう、すごくあの2月たくさん公演に出させていただきます。でもすっごく嬉しいです。やっぱりこうおしゃべり会が始まってから公演を見て気になったので初めて来ましたって言ってくださる方が本当に増えたんですよ。そう、だからこう公演をきっかけに気になってくださる方も
すごくいらっしゃるので、私はもうとてもそれが嬉しいので、だからこう公演をたくさんさせていただけることがめちゃくちゃ嬉しいですはい。なので、そうだからね、ななみ推しの皆さんにもたくさんあのパフォーマンスしてる姿を見ていただきますし、うん、めっちゃ嬉しいだからもう2月こう公演をたくさん、公演にねたくさん出演させていただけて、たくさんチャンスをいただけるっていうことなので、いや私はもう来てくれた方、見てくださる方はもう全員釣り上げる勢いで、はい、あの公演に出るので皆さんもたくさん見てください、来てください劇場に。最近気になってメール取り出しました。めっちゃ嬉しい、いや本当に嬉しい、やっぱり公演たくさん出ててよかった本当に嬉しいんですよ。そう、新幹線予約した、嬉しい、ありがとうございます。いや私はあの本当に、まあ、公演だったりおしゃべり会を本当に大切にしているので、もともとステージで歌って踊ることが本当に大好きなんですよ。だから嬉しいです、いっぱい公演に出れることが。はい、いやただそうですね、土日、まあ、連日続く日だったり、土日2公演4公演で、次の日11、12、13か、11が2公演、12、2公演で、13日にあのお酒のビッグスマイルパーティーに、ビッグスマイルパーティーに、はい、出演させていただくことになっているので、さすがにその3日間はもう本当に体調崩さないように、自分の体調管理も気をつけて、体力管理とか気をつけつつ、本当にしっかりやりたいと思います、ね、せっかく公演スケジュールたくさん入れていただいたので、もう出れなくなったとか言ったらそれはもうダメなので、うん、頑張りますはい、そうそう、でね、平日の日でサメカツナと山ココの日もあったので、結構やばいですね結構やばいですね。もしかしたら配信できない日もあるかと思うんですけども、体が悲鳴を上げていた時はちょっと睡眠をねたくさん取らなきゃいけないので、うん、配信できない日があったらちょっとごめんなさいなんですけど、はい、そうそうそう、なのでちょっとできるだけもう常に最高のパフォーマンスをお届けしたいので、しっかり睡眠は取りたいなって思います。はい、うん、口内治った口内治りました、もう痛くない、やった、よかった。そうでね、2月は本当にローモバももういよいよ佳境、本当に本格的にギルド共闘に向けて頑張らないといけないので、公演の合間とかにローモバもやりつつ頑張ります、うん、ね、ローモバはね本当サクサクっとできちゃうのですごい嬉しいです、うん、そう治った、ちゃんとバリア張ってて、くえ、あれ聞いた聞いた、さっき普通にお仕事終わりふう帰るかって思ってローモバ開いたら攻撃される直前だったの。そう、偵察されて攻撃される直前で、もうそこまで来てるって時だったのね。で、危ない危ないと思って慌ててバリア張ったんですよ、さっき。そう、セーフ、よかった、うん、ちゃんと防げました攻撃。そうだから8時間のバリア張ったから、もうこの配信中ももう全然大丈夫
そう、なんでそんなに攻撃したの。でもなんやっぱあれじゃないですか、このどうなんだろうね、やっぱメンバーを攻撃したくなるんじゃないですか。でも分かります、その気持ち。うん、そうそうそう。ななみちゃんのために曲歌ったんだけど DM に送れなかった。嬉しい、聞きたいな。 DM 送れなかった、なんでだろう、聞きたい。でもありがとう、めっちゃ嬉しい。そう、この間ね、お城燃やされて、もうちゃんとバリアを張らないとっていうのを学んだので、あとちゃんと夜寝る前にはあのシェルターに入れてるし、そうだからもういつね、まあ正直いつ攻撃されても大丈夫な準備はしてあるんですけど、でも燃やされるってやっぱりショック受けちゃうのでそう、あのバリア張りました。そうそうそう。あ、でもね、今日私を攻撃しようとしてきた方はね、あのいつもと違うメンバーさんのギルドのメンバーのあファンの方でしたでもそうだよね、そういうゲームだもん、お城を攻撃するゲームだから。そうそうそう、全然いいんですけどね。うん、でも学びました、私はもう燃やされたくないので、できればちゃんとバリアを張りました。そう、ハートありがとう、ハートたくさんありがとう。そうだから常に本当気をつけてないといけないんだなって思った。うん、そうそう、だからねちゃんとバリア張ってます今は。うん、ねえ嬉しい、本当にテレビでこう、私もこの間初回放送を見て、あのテレビでね、自分がいるって思うと本当に嬉しかったです。しかもメンバーの隣にはロッチさんもいて、もうそれがねどんなに幸せなことか、本当に嬉しかったです。はい、でね、放送中もファンの方がもうツイートでめちゃめちゃ盛り上がってくださって、私もずっとハッシュタグアイドルってなんだで、あの検索してツイッターで追ってたんですけど、もう皆さん喜んでくださって本当に嬉しかったです。うん、そうなんですよ、なのではい、ね、番組も劇場から全員でお届けすることができてですよ、もう何より県外の方にもこうお届けできるのが見ていただけますので、そう、あ、おしゃべり会追加して、ありがとうございます。そう、皆さんおしゃべり会ね追加してくださって、私もあのめちゃくちゃ嬉しいです。また完売の分も出て、もう本当に嬉しい。いやー、どうしよう、まさかこう、ま、前回のシングルから今回なん部数が増えてあの並ぶ制になったんですけど、こんなにたくさん完売を出させていただけると思ってなかったので、とっても嬉しいですし、本当にこのね今回のこのおしゃべり会の結果はもう次につながってくると思うので、まだまだねあの上を目指してどんどんもっとね前のポジションでパフォーマンスできるように、まだまだおしゃべり会だったり講演だったりいろんな活動をもっとこれ以上に頑張っていきたいなっていつも思います。
そう、もうね早速今週の日曜日、もうちょっとですね、今日が3日だから6日には、はい、おしゃべり会があって、あの虎になるので、もうね虎の準備もバッチリなのではい、一日楽しみましょうね、一日虎なので、うん、もうねバッチリよ。おしゃべり会はそう本当に楽しいから、私服もだし、いろいろもうね数日前から準備しちゃうんですよね。あー、この私服着ようってそう思って、すごい本当にそれくらい楽しみにしてるんです私は、うん、そう、かわいいよ、かわいいトラちゃんだよもうトラになるから私、そう、だからトラちゃんに会いに来てくださいね、もうねやばいね、並ぶってやばいよ、本当に楽しいの、もう信じられないくらい嬉しい、フル部になって、うん、そうそう、うん、だから本当に嬉しいですおしゃべり会セクシーな虎ですか、あーセクシーじゃないかもな、可愛いかな、うん、2回ご飯食べるのが、いやわかる、あのそうなんだよね、そうなんですよ、並ぶだとこうあのお昼ご飯と夕ご飯どっちも出るので、そう2回食べるんだよね、そうみんなよくわかってるね、そうそうそう、だからなんかこう一日ね、あのおしゃべり会の現場に入れるのがすごい幸せです。うん、ななみの性格の良さは握手会で分かりました、嬉しい、ぜひあのおしゃべり会来てくださいうん、そうそう、確かにもぐもぐ配信もやるもんね、たまに、うん、そうなのよ、そうだから嬉しい、なんかねその握手会やってた頃って本当に一部制だったから、まだやっと二部制に行けたって時にもう握手会ができなくなっちゃったんで、そう一部の時はもうね一部やってすぐ帰るみたいな感じだったから、ちょっとケータリングも あまり楽しめず、もうせかせかと新潟に帰ってたんだけど、また握手会が始まったら次は一日入れるのかなって思うと、それくらい私も頑張んなきゃだし、一日会場に入れるくらいになりたいんですよ私は。あ、ケータリングが食べたいってわけじゃないんですよ、そう私は握手会の会場の雰囲気がとってもそう好きだったので、そうここに入れたらいいなっていう憧れはもう強く持っていたので、もう次握手会があったら私はたくさんの時間会場に入れるようにね、会場で皆さんと過ごせるようになりたいなって思ってます、うん、ケータリング、でもケータリング美味しいでしょ、めっちゃ美味しいケータリングめちゃくちゃ美味しかった、正直言う、もう、うん、そうなのよ、握手会は他のグループさん、他のグループのメンバーさんもいらっしゃるので、もうね今はもう会いたいメンバーさんがもうたくさんいらっしゃるのでそうだからまたね、うん、握手会が始まったらいいなって思ってます。そう1月の頭にグループおしゃべり会って言って、こう実際にあのお会いしてお話しする機会があったんですけど、もう本当に感動したの、あ久しぶりにこの感覚久しぶりと思って、こう握手こそはなかったんですけど、こうやってこう対面でお話しするのがもう本当にとびっきり楽しかったので、またねちょっと今は難しいかもしれないけどね、いつかまたこう対面での
イベントとかも今年はたくさんやっていきたいし、ファンの方もそう思ってくださってると思いますけど、メンバーも私も本当にもうそれ以上に思ってるので、そう対面のイベントとかやりたいって思ってるから、うんね、だからこうまだね、握手会でお会いしたことないというか、対面でお会いしたことないファンの方も、ななみ推しの方も本当たくさんいらっしゃるので、もう私を会いたくてうずうずしてますよ。だから今年はね、そういうイベントだったりでななみ推しの皆さんに、はい、会えるようにちょっとね、なりたいな、会いたいなって思ってます。でもこればっかりはね、もうどうしようもないっていうか、今のねこういうコロナの状況とかもあるから、そこはね急がずちょっとゆっくりね、本当一人一人が気をつけてそう行きたいなって思ってるから、私もそれまでにちょっと可愛くね、もっと自分磨きをしていきたいなって思ってます。うん、そうでもね、今はオンラインでねおしゃべり会っていう、ちゃんとこう2人でたくさんお話しできる時間があるので、もうそれだけでも幸せなので、はい、嬉しいです。うん、自分磨きしておきますっていやいや、もう皆さんはね、もう今のままで十分私は嬉しいですよ。長生きしますだってそうよ、みんな元気でさ、会わないとだからお互い、うん、そうでもね、こう2月もね、ローモバーさんのイベントだったり、波動のイベントだったり、あとはあれですね、ビッグスマイルパーティー、お酒のイベントにも出演させていただきますので、はいね、オンラインではあるんですけど、ちょっと元気なね姿をお届けしたいなって思っておりますので、うん、発音、あ、ビッグスマイルパーティー、ビッグスマイルパーティー、めっちゃ楽しみにしてるんですよ私うんね、でもどんなことをするのかもちょっとわからないので、トークライブって書いてあったので、トークとパフォーマンスをするということだけはするのかなっていうのは分かっているんですけどでもメンバーが4人なので、私とサーヤとマナとカイリっていうね、同い年のメンバー4人なので、どういう感じになるのかも分からないんですけど、もう一つだけ分かるのが、もう相当にぎやかになりますね、あのメンバーだからメンバーも含め私は楽しみです。うん、梅酒とか好き、あ、私梅酒ね、なんか梅酒あまり飲まないんだよね。そうなの、腹踊りね、腹踊りしませんからもうで、ま、名前変わってるしもう15分、10分、いや5分の寿命でした、ななみん倒しうん、そうそうそう、はいや変わるのもう田辺になっちゃったよ。いいんですか、私も田辺って呼んでうん、レモンさん、あ、レモンさんも好きだけど、最近はね、あ、最近って言ってもそんな飲まないけど、うん、そうそうそう、何かな、でもビールとか飲みますね私は。そう、カルーアミルク、飲んだことない、うん、甘そうだね、
外で飲んだりし、あ、外では飲まないかな私。そう、まあ、外で飲むとしたら、まあ、メンバーとなんですけど、コロナ禍になってから全く飲んでないので。そうそう、だから飲んでないんですよ私。家で一人こうしっぽり飲むくらい。たまにハイボール、あ、ハイボールも飲みますね。飲むとしたらビール、ハイボールかな、あとレモンサワー。メンバーとお酒飲むの楽しい、絶対楽しいよね、飲みたいよ。でも今は無理だからさ、高いお酒おごってあげて。いや、いいんですか、タナベン、タナベン、タナベンさん、高いお酒なんてどんな味なんだろう。メンバーとオンライン飲み会やる、え、やったことないですね。うん、そう、だからそんなウェイって感じで飲んだことがないので、酔っ払うみたいなのがないですね私。ほろ酔い飲まない、ほろ酔い飲まないかな私。そうなのよ、うん、我が家にはビールサーバーあります。いや、おしゃれね、何、いいわね。うん、そう、ハイボールってさ、そう、糖質ないから太らないって言うじゃん。そうだからかな。うん、おつまみ、私生ハムが好き。うん、そう、生ハムおつまみとかじゃなく普通に大好きなんですよ。そうそう、今梅酒を2種類つけてある、おしゃれ、皆さんすごいですね、梅酒ね、いいね。うん、そうなのよ、つまみが結局さ太っちゃうからね、注意だよね、本当にそう。うん、コメ欄早くなった、わかる、やっぱ盛り上がるか、盛り上がるのか、やっぱお酒の話もうみんな、ね、ななみ推しはあの主語が多い、もし、もは、も、もしや。うん、もうみんなお酒大好きなんだな、もう。本当に面白い、みんなお酒とガンダムあって、本当に間違いない、お酒とガンダムの話した日にはもうコメ欄盛り上がるよ。うん、そう、バレてるよみんな。うん、いいわねみんな。私も皆さんの知らない一面を知れますね、こうやってショールームすると。うん、本当に面白い。じゃあみんなに教えてもらおうかな。お酒のこと、うん、おしゃべり会で。うん、柿の種は太る、いや柿の種美味しすぎるよね。チャミスル、あ、チャミスルね、なんか韓国のやつだよね、チャミスル飲んだことないんだよね。ナイス宣伝、いやそうよ。うん、わかる、なんか飲み、お酒飲みたくなってくるわ。でも今お家にないからさ、そう、全然普段ないんですよ家にお酒は。そうそう、おしゃべり会でお酒の話していいの、え、全然だよ、むしろね、二人きりだしお話しやすいから、ぜひ、お酒大好きだからおしゃべり会なの、全然もちろんですよ、もちろんよ、おしゃべり会来いよってことですね、そういうことかな、みんなおしゃべり会来てほしいな。うん、そうね、新潟はね、ほんとお酒有名だからね、私もこれから
新潟日本酒とか有名だから、日本酒とかをねこれから知っていきたいですねって思ってる、みかん酒が好き。ああみかん酒ね、私も飲むかもたまに、そうお酒の話までしたらさらに時間足らなくなる。そうだね、いっぱい来てもらわないといや嘘です嘘ですね、ご都合のいい時に遊びに来てください、おしゃべり会は。そうね、すごい盛り上がっちゃったはい、ということでじゃあ今日は配信この辺で終わりたいと思います。いや今日はねゆっくり寝ます。一日ちょ移動も多かったりして体疲れてると思うので、はい、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。また配信するので来てください。ありがとう。ローモバやりますみんな見に来てくれてありがとう。おやすみ、またねー。